あの怪獣はスペクトルマンと同じサイボーグだ。しかしなぜ。そうか、ゴリはここで新怪獣の性能テストをするつもりなのか。 X にはスペクトルマンと同じ能力を与えてやる。それを怪獣との実戦で確認し、より強力な性能を与えねばならない。そうすることによって X はスペクトルマンを倒すことができる。でもせっかく修理した怪獣がもったいないですよ。黙れ。何事にも犠牲はつきもの。つべこべ言わず実験開始。スペクトルマンに次ぐ直ちに変身せよ。了解。なぜスペクトルマンよりによってこんな時にやれ。助けてもらったお礼だ。よし、これで一つ片付いた。来るか。奴の弱点はかかとだったのか。スクトルさんだ。わしのサイボーグが。しかしわしは諦めんぞ。必ずこの地球を手に入れてみせる。スペクトルマン、今に見ているがいい。わしの本当の力を見せてやる。絶対0度、マイナス273度。成功だった。